着きましたよ。ここが世にも名高い立山室堂平です。室堂平自体が世に名高いかどうかというと微妙なところだと思いますが、少なくとも立山という名前は皆さんもお聞きになったことがあるでしょう。その中で最も多く人が訪れるようなところ、室堂というのは、これは室内の室、そしてお堂の堂と書くわけですが、この室というのは山小屋を指しまして、江戸時代くらいからここに長らく存在していて、今も保存をされている重要文化財だったと思いますが、その室堂、それを取って室堂平と呼ばれております。つまり山小屋のあるところ、まあ大体そんな意味でいいかと思います。日本中散々いろんなところをね、見物して観光して回りましたけど、ここほど素晴らしいところはなかなか知りません。しかも富山から片道わずか3時間の距離ですし、途中乗っているあのバスもあまりのその景色の美しさ、もうね、乗ってる時間なんていうのが一瞬で、あら、もう着いたのかなんて毎度毎度室堂に来るたんびに思っております。ここへ来た時はですね、もう天気の悪い場合を除いては、素晴らしいと思わなかったことは全くなく、しかもこんな格好でもね、全然寒くありませんので、まあ、これで山の方へ行かれる方はちょっとこれでは問題だし、それからまあ天候も変わりやすいのでね、あまり長い間ここを散策し続けるという予定の場合は、やはりちょっとこんな格好では問題だと思いますが、まあ、バスとのその乗り継ぎの時間、その間1時間ほどここを見て回るのであれば、まあ、寒ささえ問題なければもうこれで十分かと思います。全く寒いことなどありはしません。今日は本当にね、この天候に恵まれました。というか、天候が素晴らしいからここへ来たのであります。アルペンルートの観光の時にですね、ぜひ皆さんに分かっておいていただきたいなと思うんですが、天候の悪い時にアルペンルートに来るほどもったいないことはありません。もう、ね、その素晴らしさを写真とか、それからまあこの YouTube とかね、こういったもので見ておいて、アルペンルートっていいところなんだなと思ってやってきたらば、天気が悪かった、それはね、もう落胆の嵐ですよ。どうしようもない。それだったらまだ行かないでね、どっかホテルでね、一日寝て快適な一日を過ごした方がいいと本当に心から思うほどですから、天気が良い、今日は間違いなく天気がいいという時にアルペンルートに、ね、行く予定を立ててくださいね。もう当日のちょっと高くなってもいいからね、当日になってから予約するとか、そのぐらいでもいいほどです。運賃は当日でも変わりませんよ。ホテルとかね、そういうものの値段がもしかしたら変わることがあるかもしれないという意味です。室堂平には数多の名所がありますが、その中の一つがこの御栗ヶ池、美しい池です。本日はそれほど水深が深くありません。ここへ流れ込む水は確か川みたいな、そういうものはね、何もないはずですから、単純にもうここに雨水が溜まっていると、まあ、それこんな山の上にね、川が流れ込むはずはないんですよ。流れ出す方はあってもね、今まだこの時間はね、御栗ヶ池の本当の美しさが現れていないように思います。十分に美しいんですよ。エメラルドグリーンというんでしょうかね、そんな感じの美しい水をたたえておりますが、これがね、もうちょっと午後ぐらいになりますと、ここにもっと、光がですね、差し込んできまして、そして、美しく青々とした湖面を見せてくれるのであります。夏の日の高い時期に来るといいのかな。大体でもね、室堂は朝から午後ぐらいに来ると一番多分光線の関係で、光の当たり具合の関係でよく見えるんだろうと思いますが、でも朝でも十分美しいです。もう日は基本的に上から当たりますんでね、山の観光の場合はそれほど日差しの向きというのを気にしなくても景色は映えるものです。この御栗ヶ池周辺にはですね、御栗ヶ池だけではないんですけども、ちょうどここにもね、書いてありますが、映ってるの分かりましたかね。皆さんの大好きな、私も大好き、サンダーバードくんもおります。ライチョウですね。ライチョウはサンダーバードとは言わないわけですけれど、1回ぐらい見たことあったかな。そんなにね、たくさん目撃したことはありませんが、確かに住んでおります。また夏の時期でもウグイスがおりまして、ホーホケキョウと、そういうふうな、ね、声を上げてくれます。ウグイスって夏の時期になりますとね、ホーホケキョウじゃなくて、なんかキリ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 とか言って鳴くらしいんですけれど、ここではですね、夏でももう春みたいな、そんな感じのね、日本東京とか大阪とかそういうところの3月のような、気温でやっておりますから、まあ、通年営業ですからね。いや、通年というか、それが、まあ、真夏でも春の様子で営業しているのがここですから、だからホーホケキョというふうに、ね、ウグイスも春の、そのまたやり方で鳴くのかなと思います。でもなんか知らないけど、今日はちょっとおとなしいですね。ウグイス全然鳴いてないな、いるはずなんだけど、もう寒いからどっか行っちゃったのかな。またこの御栗ヶ池すぐ近くには御栗ヶ池温泉と、このような施設があります。宿泊ができるはずです。基本的には宿泊施設ですが、日帰り入浴なども扱っています。他にもこの辺り、室堂平周辺には上質の温泉がたくさんあります。まあ、それはこういうことです。ここにこのように活発、火山活動をしているところがあり、ここの名前を地獄谷と言いますが、現在はこのように通行止め、入ることができません。あまりにもその硫黄の濃度が高すぎるということで、中毒、ガス中毒の危険性もある、まあ、硫化水素などによって、ね、それを吸い込むことで、酸欠に至る可能性がありますので、ここへの立ち入りは禁止ということになっております。また、喉などがあまり強くない人も立ち入りは、
立ち入りというか、近づいていったりとか風下に立つことはかなり進められないそうです。そういう人は喉というか口のところに濡れたタオルを当てて通行するようにと、そういう呼びかけがなされています。これも温泉の硫黄の香りがしており、あちらからご覧いただいておりましても分かるように勢いよく下からガスが吹き上げております。あの中には猛毒の硫化水素などがたくさん含まれていて、酸素よりも血液ヘモグロビンと結びつきやすく、それで酸欠になるとか、確かそんな理屈だったはずです。ちょっとぐらいね、これを外れてみたいななんていうふうにも思いますけれど、あの登山道から外れることは厳禁となっておりますので、この中にしっかり収まっていたいと思いますが、これが地獄谷の風景です。登別温泉の地獄谷にそっくりですね、だからこそ同じような名前がつくんだろうと思いますけれど、こういう硫黄の成分が高くて、そういった火山性のガスが噴出しているようなところ、大概硫黄谷という名前がつけられています。5ppm、これだけの濃度になるとちょっとまずいということなんですけど、2でもまずいんですが、今ね 0.1 なので、全く問題はないと思われます。特に風も強くないしね。こちらの吹き流しによれば風向きはこちら側だからな、でも風が弱いというのもそれはそれ考えものなんですけどね、なるべく、長い時間の滞在は避けたいところです。この先に雷鳥沢というところがあります。そこまでは行きません。個人的にはね、室堂平周辺で特に大した装備もなく、もうお気楽な観光気分で行けるようなエリアとしては、ここの景色が一番いいように思われます。左側の方にあそこから、蒸気が吹き出しておりまして、時間というかね、状況によって近づけないこともあるのかもしれませんが、基本的にはここで特に大きな事故等もなく、平穏無事に登山を楽しむことができている方が多いようです。ただね、今ちょっとガスが多少濃いのかな、濃くて、それからこうもくもくもくとこっちの方に流れてきてますんで、どうにも景色が霞んで見えるというのが少々残念なところではあります。向こう向きに風が吹いてくれればね、たちまちそんなものは解消するんですけれど、しかしこの霞んだ光景もまた活発な火山性ガス、地獄の雰囲気を感じられていいと、そういうことにしておきましょう。ともかく今ちょうど始まりました、このモミジ。まだモミジというか紅葉か、モミジは存在しませんけれど、これ見頃になってるのかなってないのかちょっといまいちわからんのですが、見頃であるかないかはともかくとして、十分に美しいものであるから、単純に素晴らしいと、時期がどうであるかは関わらず、今ここに美しい景色を見られていること自体がもう十分に満足できることです。しかしこの辺りはさすがにね、あの辺はしっかり生えているんですけれど、ああいったような火山性ガスが溜まるような場所にはさすがに高山植物が生えることできておりません。だからね、ああいうくぼみみたいなところにはまると、よくガスが溜まっていて危ないというわけですが、それを植物が身をもって証明してくれているというわけです。逆に言うと、植物がある程度生えているようなところはそれほど空気の流れが悪くありませんので、多少立ち止まったりしていても、危険性は比較的低い場所なのかなと思われます。どこを写しても美しいですもんね。ヨーロッパでも猿が写しても綺麗に写真が撮れる場所みたいなこと言ったような気がしますけど、ここなんかまさにその代表例ですよ。よし、予定よりもね、まだ大幅に時間が余っておりますんで、ここに三栗ヶ池がありますが、三栗ヶ池、そしてさっきの、これの名前はなんていうの、雷鳥沢方面、雷鳥沢があるわけではないですけれど、その方面のこの美しい景色、これを望みながらですね、ここで私一人の貸し切りですよ。ここ人があんま来ないんですよね。こっちの方面までこうぐるっと回っていくと2時間ほどかかるということで、主要のルートからも外れていると人が来ないんですが、景色はよろしいよっと。ちょっと濡れてんな。ここで朝ごはんにしましょうね。ここにね、こんなブドウもあるんですけど、濡れてるからこれを足元にこう敷いてですね、昨日の夜に富山で駅のところでね、いろいろ売ってるところがあるんですけど、そこで用意をしておきましたマスの寿司と、それからブリと半分ずつになっているお寿司です。これね、常温の保存で今晩10時まで持つんですね。この手の駅弁って実はお寿司が一番長く日持ちするんですけど、まさか用意して翌日の夜まで食べられるっていうね、駅弁が売っているとは思わなかったんですけど、よしっと。いやー、実に素晴らしいね。これぞまさにね、富山県という感じがしますよ。おっと、危ないな。キャッチしましたよ。慣れないね、左手で箸なんか持って写真写りを重視したのが問題でしたが、シミになってないようでね、よかったです。違う、思い出した、一番景色がいいのはね、ここだわ。ちょっとさっきのところと見え方が異なりますよね。あそこに登山道があって、ここに池がね、右下のところにあって、奥に連なる山とちょっとだけ見えております。雷鳥ヒュッテというんだったかな、山小屋みたいなやつとね、ここの眺めがね、最高なんですよ。右側には三栗ヶ池、いや本当に素晴らしいと思いますよ。何を撮ってもね、
悪いところがありませんのでね、便利で景色が素晴らしくて、まあ便利だってな、あの多分いいところの、あのかなり大きなところだと思いますけど、もみじもねこんな時期でも楽しめますし、9月のシルバーウィークにもちょっと今年ね、あの紅葉が少し遅めのようですけれど、シルバーウィークぐらいの時期に毎年見ることができているようですから、いやほんと素晴らしいところね、こんないいところをこう作ってくれた火山には感謝しなきゃいけませんが、まああのおかげさまで地震も多いというわけですね。我々ジャパニーズはこう地震と戦いながら美しい山の景色、温泉を楽しみたいものです。いや最高だね本当に。風の谷のナウシカみたいですね。どこを見ても綺麗なのがこの時期のアルペンルートです。ちょっとね時間がギリギリになっておりましたんで、トロリーバス発車まであと4分ですから急いで来てしまったんですが、写真撮りたいって視聴者の方に会いましてね、希望を叶えられなかったのが残念です。この路線を運行している会社は立山黒部観光、観光バスの観光ではなく貫く光と書きます。今電光掲示板にも出ていましたが、電車の仲間ですと書いてあります。ホームで一瞬だけ発車のベル、電車の発車のベルが鳴っていたのが分かりましたでしょうか。パラララララとなって、そして今回の列車は2両編成で運行されると、そのような言い方をします。駅員さんの制服もどことなく鉄道員風というか、まあ、駅員さんたちは鉄道員ですし、駅員さん、電車の運転手さんと、そういう言い方をします。なぜこれが電車扱いになるのかというと、これはつまり走るルートが決まっているから。電車鉄道というのは走るルートを決められていて、そこの専用の部分を通るものというふうな定義がされているので、定義上このトロリーバスというのもやはり電車の仲間ということになるわけです。そして日本ではかつてあちこちでトロリーバスの姿を見ることができました。世界でも例えばモスクワとか行きますと、あのトロリーバスが走っているんですが、日本ではもう都市部でトロリーバスの運行は一切しておりません。結局この張り巡らされる電線が不都合なのか、まあ、それとも他の事情があったのか、あまり詳しくはありませんけれども、このバスの運行はなくなってしまいました。しかし今放送しておりますけれども、この立山の貫くトンネル、このトンネルにもともとバスを通していた時、このようなトンネルの中でディーゼルバスを走らせるというのはちょっと良くないし、環境にも害があるということで、ここを電化して電気で走るバスを運行することにしたわけです。全国でただ2つだけトロリーバスの運行されている区間がありますが、今回それの両方に乗車します。つまりもう立山黒部アルペンルートにしかこのトロリーバスは我が国で走行していないというわけです。床の下から聞こえてくる音もモーターの音、電車のような音です。ちなみにエンジンは走り始めるときにものすごい力が弱いわけですけれど、弱い力で最初走り始めるんですが、モーターは最初から力が強いので、通常のバスよりも随分と加速力がいいというのがトロリーバスの特徴です。このように行き違いをするという設備もあります。トンネルが幹線トンネル、列車が一つしか通れませんので、このような途中の信号上で行き違いをするわけです。あちら側の列車も2両編成でした。左側には鉄道で使用している信号機があり、今進行信号を現示しています。つまり青信号、先に進んでいいというわけです。このように運行しているトロリーバスはもうじきに世界へ、失礼、日本で残り1つということになってしまいます。アルペンルートで運行されている2つのトロリーバスのうち、これから乗りますが関電トンネルトロリーバスにつきましてはもうまともに運行しないのです。10月11月いっぱいで終わりです。その後はトロリーバスの設備をすべて解体し、その後新型の電気バスで運行されることになっています。つまりもう最後のこの立山トンネルトロリーバスが日本で運行される唯一のバスということになるわけです。ちなみにこちらの立山トンネルトロリーバスにつきましては、特に運行終了というような予定は立っていないのだそうで、引き続き今後とも利用できる、正真正銘の日本最後のバスとして楽しめるようなところになるでしょう。
ちなみに昔はこのトロリーバスの運転免許、無機乗電車操縦者免許って言ったかな、運転免許だったかな、どっちか忘れてしまいましたけれど、それほど取るのは難しくなかったそうで、普通の人でもやれば取れたそうなんですが、近頃では専用の事業者などでしか取ることができなくなっているということです。バスは 3.7 キロ、実はかなり短い区間だったんですが、 3.7 キロのトンネル区間を抜け、そして間もなく大観望駅に到着します。今放送している通りですが、これから黒部ダム方面までロープウェイで降りていく乗り換え駅となっています。こちら側が大観望の景色、この後の動画でまたもうちょっと詳しくご覧に入れますが、今向こう側にこれはなんていうのかな、長野県の山が連なっておりまして、名前私忘れちゃったんですけど、あの山の向こう側が長野県です。手前側にダム湖が広がっています。あちらが黒部湖、黒部湖の左下には黒部ダムの独特のアーチを描いた壁が存在しています。今ロープウェイが登ってきました。このようにちょうどこの辺りは紅葉が見ごろとなっており、大変美しいところです。アルペンルートの中でも標高差がありますので、ところによって紅葉の綺麗なところ、まだのところ、もう終わってしまったところ分かれます。逆に言うと、紅葉の楽しめる時期が長いということでもあります。では引き続きお楽しみください。ありがとうございました。